STS-89 はエンデバーを用いてミールを訪れたスペースシャトルのミッションである。1998年1月22日にフロリダ州のケネディ宇宙センターから打ち上げられた。STS-89 はミールを訪れることが計画された9回のミッションのうち8回目であり、アメリカ人宇宙飛行士の交代は5回目となった。 1997年9月からミールに滞在していたデビッドウルフはアンディ・トーマスと交代した。トーマスは5月末の STS-91 で地球に帰還するまで約4ヶ月を軌道上のロシアの施設で過ごした。このミッションの間、3 1 7 5ラム以上の実験機器や補給品が2つの宇宙船の間で移動された。 スペースハブのペイロードとしては、アドバンスト X、レイディテクター、アドバンストコマーシャルジェネリックバイプロセッシングアップラタス、EF、メカニクスオブグランヤラーマテリアルズエクスペリメント、イントラ、ビヒキアラーラディエーションエンバイロメントメジャメンツバイザー、リアル、タイムラディエーションモニター、スペースアクセラレーションメジャーメントシステム、ボア、そして ISS 内の水回収システムのための、 ボラタイルリムーバルアセンブリープロトタイプがあった。キャビンのペイロードとしては、マイクログラビティプラントニュートリアントエクスペリメント、シャトルアイネスフェリックモディフィケーションウィズプルスト、ローカルイングゾースト、クローズドイクイラブレイテッド、バイオロジカルアクアティックシステム、テリメディソニインストローメンテションパック、グローバル、ポジショニングシステムデベロップメント、テストオブジェクティブ、ヒューマンパフォーマンスエクスペリメント、 MSD, アースコーム、オービタースペースビジョンシステムシャトルコンダンセイト、コレクション、サーモ、エレクトリックホールディングモジュール、スペースリニアアクセラレーションマスメジャーメントデバイス、CO, カルチャーエクスペリメンツ、バイケミストリオブ3、D ティッシュエンジニアリングがあった。ゲッタウェイスペシャルの実験には、ミシガン大学の G-093、ボルテックスリングトランジットエクスペリメント、 ドイツ航空宇宙センターとユストゥズ、リービヒヒ大学技術船の G-141、ストラクチャー・オブ・マランゴニ・コンベクション・イン・フローティング、ゾーンズ・ペイロード、ドイツ航空宇宙センターとクラウスタール工科大学の G-145 グラス・ファイニング・エクスペリメント、中国科学院の G-432、キャニスターによる5つの結晶成長と、材料実験があった。気象には、 地球の上でミールとドッキングするエンデバーが描かれている。数字の8の形の白い線と9つの星はこのミッションが STS-89 であることを象徴している。背景には国際宇宙ステーションが描かれている。ありがとうございます。